無理しちゃダメだぜ、みんな。私は変態などではない。我が名はラザル・ディアミット。栄えあるゴール騎士団に名を連ねる三等級騎士だ。三等級？その若さで？出世頭ってやつなのか？ラザルのくせに生意気にゃ。お前はどっちの味方なんだ。もういい、戻るぞ。こんな俗悪な騎士どものそばにいれば我々の沽券に関わる。待てよ、さっきから節穴だの俗悪だの好き勝手に言ってくれるじゃねえか。騎士の霊ってやつは便所にでも捨ててきたか。いやしいお前らに礼を尽くす必要がどこにある。コーマック王の意を借り民をそそのかす騎士の恥さらしめ。何言ってんだよ。フィアナたちがそんなことするはずないだろ。こいつらの中じゃそういうことになってんだろ。ちょうどいい、教えてやるぜディム。なんでこいつらが私らを目の敵にしてるのか。要はな、妬んでんだよ。自分たちを差し置いて有名人になっちまった私らを。妬む？どういうことだよ。もともとフィアナ騎士団は生贄だったんだよ。このコーマック王国は曲がりなりにも騎士の国。当時他の国々から助けを求められれば嫌だなんて口が裂けても言えなかった。メンツに関わるからな。こんなクソみてえな時代だ、本音は自国の守りに集中してえに決まってる。そこで小さくて地位も低い連中に全部面倒を押し付けたんだ。泣き叫んでる外の連中を助けてこい。失敗したら全て不甲斐ないお前たちの責任だ。俺たちは関係ないってな。嘘だろ。フィアナ騎士団の発端は使い捨ての汚れ任務だったっていうのかよ。事実だ。証拠に王は有能で強い種族、ドワーフやアマゾネス、あとは屈強なタダ人の騎士を都に残した。それがゴール騎士団だ。だがそこで想定外の事態が起きた。え、想定外？フィアナだ。フィアナは強かった。タルームのくせにありえねえほど強かった。生贄だったはずの騎士団を先導して多くの命を救っちまうくらいに。これがコーマック王の狙い通りだったのかはわからない。でもあとはディムも知っている通り、私たちは認められた。多くの国々や人々に名声と呼べるものも得た。でもそれとは逆にゴール騎士団は。都の守りに回ったがゆえ
すっかり我々に栄誉を奪われ、肩身が狭い思いをしているというわけだ。逆恨みも甚だしい。勝手なことを抜かすな。何がパルームの聖女だ。どうせ貴様らの武勇伝など全て作り話だろうに。そうだよな、そう言うしかねえよな。こんな綺麗な都に引きこもってるお上品な騎士様たちは、追い出したフィアナが大衆の人気者になっちまったんだ。騎士団長のゴオールはみっともねえ嫉妬するってもんだぜ。貴様、団長を侮辱するか。抜かしたな、小人風情が。手を貸すぞ、ラザル。いいぜ、来いよ。上から見下してくるてめえらには散々腹が立ってたからな。